えー、ソックス役をやらせていただきましたの山内です、えー、こういうちょっと舞台挨いというかそういうのも初めてでして、あのー、気合い入れてオーシャントーキョーで先日髪を切ってきたんですけど、えー、今日着てみたらまさかのソックスのかぶらせていただけるということで、えー、この <laughs> これはもうぜひ持って帰りたいぐらい気に入ってますので、えー、今日しか多分僕。 かぶってないんで、普段かぶらないので、ぜひまた見て、見て、記憶に残して帰ってください。よろしくお願いします。普段よりいい感じです。はい、<laughs> 許してもらえるなら、どこの現場でも、これでいきたいです。<laughs> 鈴木さん、どうでしょうご覧になって。いや、もう、可愛い,いしか出てこないですよね。若干、どっちに向いて話せばいいのかが。迷いますけど。こっちです。下の方で大丈夫で。こでこっちです。はい。 似てますねこうやって見ると目がクリンとした感じとかが<っ>黒目が似てます黒目が似てますはいなんか裏でも女性スタッフの人に可愛い可愛いって言ってもらえてなんか平気な顔してましたけどめちゃくちゃ嬉しいです歌 <laughs> <laughs> バレギリギリラインをどう攻めていいかがわからないのであのとにかく大阪時代に ロケで海に飛び込みまくってた芸人が今こんな声優してるんだっていうところに注目してもらえた <laughs>、はい、もし山内ファンの方がいるのであれば、ね、今見渡す限り一人も内輪とか持ってないですけどあ一人いました<あ>何人かいましたありがとうございますなんかいない方が美味しかったんですけど <laughs> 僕はあの芸人の同期の仲間たちがやっぱり すごいい刺激になったというか誰かが売れそうになったらみんなでうわっやばいやばいって危機感が出てより頑張って追い抜いてみたいなだから本当和牛とか藤崎マーケット天竺ネズミ知ってるところで言うとあとしずるとかハリセンンボも同期なんですよあと知らないとこで言うとビタミン S のお兄ちゃんとか守ビ日和とかですかねはい。 あで盛り上がりとかには一切刺激はもらってるんですよ <laughs> でも同期の活躍とか、はい、刺激を受けるというのはもうずっと芸歴重ねても変わりませんか変わらないですね。m 1とかキングオブコントとかああいう賞ーレースでめちゃくちゃ同期が先に行ったりとかはもう刺激になりますし他でもテレビに自分がまだ出てないテレビに出てたりしたらすごいもう負けたくないっていう感じですごい刺激になって。 で、その結果、今同期の中で頭三つ抜けたんですけど。<laughs> 本当に助かりました。<あ>はい、カまいたちはもう同期の中で頭三つ抜けてるという感覚、やっぱありますから、ね。四、えー、つ。四つ <laughs>。<laughs>